高浜市立港小学校は愛知県高浜市壁会町にある公立小学校である。港小学校の学区は高浜市の南端に位置し、南側は高浜市と壁南市の境界である。学区は高浜市の中でも工業を主とする地域であり、1982年時点では人口のうち60%が地場産業である洋業に関わっていた。 敷地の北側には愛知県高浜高等技術専門校があり、敷地の南側は高浜川が流れている。北西300メートルにある壁海公園には高浜市立図書館、高浜市体育センター、高浜市立武道館、野球場、壁海テニスコートなどがある。学区内には絹浦湾に面するたどの裏があるが、本能寺の変の際には、 伊勢国から乗船した徳川家康がここで上陸して岡崎城まで逃れたとされる。最大時には児童数2000人以上に達していた高浜市立高浜小学校のマンモス効果の解消のために1976年4月1日に高浜市4番目の小学校として高浜市立港小学校が開校した。開校当初の学級数は15学級であり、 児童数は501人だった。高浜市の地場産業である養業の衰退により、1995年には330人にまで減少したが、1996年に行われた学区の調整により、1997年には388人となっている。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。